探検隊。皆さんこんにちは。経営者のスピーチコーチ森ゆき子でございます。そして我らが、社長のノート探検隊のリーダー、こちらにいらっしゃいます広見幸信さんです。はい、皆さんこんにちは。今日はちょっとから元気かもしれない、でも頑張る。はい、でございます、はいはい。この番組はこちらのご著書たくさんございますけど、これだけじゃないんですよ、はい、もっとあるんですけどね、うん、長谷川和弘先生がお出しになっているメルマガを深読みということでございます、うん。今日のテーマとなっておりますのはタイトルこちらです。はい、はい、心に塵一つなし、この心境で仕事をしようっていう、すごいよね。いいタイトルっていうか、心に塵一つなしっていう、めちゃくちゃね、はい、これはね、私の心に残ってるんですよ、はい。私もそうです、この言葉ね、はい。あとこのまたストーリーを教えたいとこなんですけど、まあそれはあのまあ本をね、ちゃんと読んだり、メルマガを見ていただいて、はい、あの長谷川先生でさえもそんなに悩んで、うんうんうん、そんな悩んでる時に危ない車、危ないじゃない、車に乗って、そうそうそう、うん、なんか箱根に行っちゃうんだよね。気がついたら箱根のお寺の前だったっていうお話なんですこれ。それだけで鳥肌立っちゃうぐらい。夜だったっていうね。そう、不思議なことが人間起きるんだよね。そしてそこの夜たどり着いたところがなんと、うん、気がついたらお寺であったという、ね、はい。そこであの先生にお声をかけられた方がいて、その時に含まれていた内容が今日のタイトルになっているという。そうだね、うん、久々にこれ読み返して、はい、まあ、先生ってすっごい努力するじゃないですか。そうですよ、もう諦めない。そう、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、ネバーギブアップって、そう、3回ネバーギブアップ、自分にも言ってるし、うん、仲のいい経営者にも言ってるし、うん、でもそういう人たちってなんか思うんですけど、勝手なこの若輩者の私が、必然的に人が現れたり、うん、それからまあ本を読んでその本から得るものがあったり、うんうん、それからまあ天から言葉が降りてきたりとか、うん、なんかするんだなって、そういう予感というか、神の声というか、そういうのが時々あるんだなと、なんかすごく思いましたですね、はい。だからこう限りなく、なんだろう、一生懸命やってれば、そういう必然的なものに出会えることができる。なんかのんびんだらりとやってると、のんびんだらりとやってるとそんな出会いはない、出会いはない。言っちゃった。ああ、もう行き着くところまで、やり尽くすところまで行っても、究極もうダメだと崖っぷちで、そこでどうなるって思ったら、パーンと何かこう、そうだね、出会いがあったり、救いの言葉があったり、うん、で多分その常にこう考えてると、なんか私もたまになんですけど、はい、寝てる時に答えが出る。寝てるんですか、明らかに。出るけど頭は考えてる。あ、でもこうした方がいいって、なんかそれで休んで、うん、朝起きるとすっきりして、あ、そうだって、なんかピカッと光るんですよね。ピカッと光る電球が。ここじゃあ電球ちょっと入れときます。そう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 。あ、そういう時あるんですか、体調。あります、あります。すごい、もうそれもう究極崖っぷちに立ってて、うーって時にパンって、まあ、ほとんど崖っぷち立ってないと思いますけど、まあ、そういう時にやっぱり何か必要とすれば、そういうものが来るんだなと、まあ宇宙の法則とかいう人たちもいたりとかね。そうですね、まあ何でしょうね、こう感謝して生きていると、それから努力して生きてると、まあ、そういうものだったり、言葉が、人だったりね、まあ、支えてくれる人がいたりとか、まあ、師匠がいっぱいいたりとか、まあ、先生自身が
そういう言葉をかけてくださる方ですよね。あ、おっしゃる通りですね、あのすごく気さくにね、まあ、森さんがいつも、はい、おそば食べに行きましょうかとかっていうのと一緒だよね。まあ、多分そういう繰り返しで深刻な顔してれば、何かあったのって多分聞いてくれるはずですね。何か、ってその時聞いても、って思うんだけど、でもそのいただい一言かけてくださる言葉がすごくヒントになるっていう、後々まで残って、そういう物理的な行動とかそういう答えじゃないんですよ。答えじゃなくても、何か、なんだろうってこう心に残る言葉を残してくださること多いですよね。でもこれってやっぱトップリーダーの普段のスピーチですとかそういった時でもやっぱりすごく大事で、あの時社長が言った言葉が本当なんかずっとなんかよく分かんなかったけど残ってるななんていうのはすごく重要なことで、だと思うんですよね。でもその先生はご自身で恐れ経験をなさったっていうことが書いてある内容だった。今日のメッセージを隊長お願いします。はい、もうすごくこれね10分ぐらい悩んでて、本当ですか、これ以上の言葉ってないから、もう私なりに考えた、まあ、あの言葉でですね、達観の境地とは何か、まあ、菅先生多分達観されたんですよね。でその達観の境地とは何かっていうもとに、今日のですねリーダーとしての、言語化はですね、達観の境地に至るあなたの言葉は何でしょう。難しいけどね。でも、こう言語化して練習して自分で発声してったり、何かこう書いていくといい言葉とか、そのエネルギー湧く言葉とか、そのキーワードが多分出てくるんじゃないかなと思います。ぜひぜひご自身だけの言葉見つけていただきたいと思います。はい。はい、長谷川先生に直接お会いになりたい、勉強したい。という方はぜひニュービジネスサロンでございますので、はい、ぜひお出かけくださいませ。隊長今日もありがとうございました。はい、森さんありがとうございました。それではまた次回までごきげんよう。さよなら。はい、さよなら。